はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビシです。では今回は三国志14曹操でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、袁紹との戦いを始めたんですが、牧羊攻めを行っているその最中、袁紹から義援が独立して牧羊を奪っていたので、この牧羊を義援から奪取、ついで今から行を攻めようというフェーズになります。では早速軍を動かしていきましょう。その前に一旦時間を進めます。両夫もね、ついに我が曹操のもとに下っているので、まあ、曹操も使ってしっかり戦っていこうと思っています。5位か、悪くないね。能力的にはね、オール70超え、まあ知力が69ですけど、オール70超えはかなり優秀だな。70超えでオール70で来ている武将ってそんなに数はいないと思うんで、これは登用します。だはならば捕虜だ。あとは守備は上々です。各家か純育にうまく口説いてもらいましょう。本当に各家純育はね、優秀なんですよね。間違いがない。聞いてください。さて、それでは軍を起こしつつ牧羊周辺の制圧もやっておいた方がいいよね。陣形で格欲の陣が引ける人、純育芝居、芝居だな、芝居に任せよう。ここは3000の兵を率いて周辺の占領を進めてもらいます。出陣だ。残りは曹操が全軍を率いて出陣しましょう。さあ、こんなところかな。曹操も含め全員魚鱗の陣、まあ、スピード重視の陣でいきましょう。早急退書こうとも。あとはそうだな、まあ、足りるのかどうかってところかな。下降兵曹順がカスみたいな軍しか率いられなくなってるんで、ちょっと少しずつ軍の数を調整して下降とも6000、下降円ですね、ごめんなさい。で曹順隊が3000と、これでもう全軍の出撃になりますね。で全員足の速い陣形でいきます。中継し楽兵に入りましょう。そこから一気に行を目指す。全力を尽くせ。楽兵って呼んだけどね、ちょっと合ってるか確認しましょう。合ってますね、楽兵。補給路としては楽兵を経由していくのが間違いないかな。はい、ではこれでいきましょう。であとは提案系のイベントをこなしておきます。捕虜は解放しないよう、牧羊で宴会をしておきます。忠誠の上昇ですね。で探索系のコマンドも入れておきましょう。楽羊で順位高が10人に探索をこなせる。行ってまいります。さあ行け。これで今回袁紹のね、息の根を止める決定的な一撃を与えていきましょう。並行して今指示を出したように芝居周辺の制圧ですね。金は受け取っておく。もう花粉症がね、ど真ん中に入ってきてますからね。毎日目と鼻とグズグズして辛いんですけど、それでもなんか今年はね、まだ少ない方だなんて言われてるようなんですけど、とてもとてもそうは思え。ちょっと待ってくれ。これはもしや1ヶ月以内に兵糧切れ、このパターンか。全軍も戻しましょう。で兵糧を運び入れなきゃいけないな。どっから兵糧入れる。まあ洛陽かな。
きおろ、金、兵もついでに入れよう。まあ誰でもいいので、女に運ばせましょう。いや、うかつでしたね。全く兵糧がない。まあただ、旅夫隊がね、出てますからね。その旅夫隊に任せておけるかなとは思います。まさかここまで兵糧がないとは。上々だ。どうや。全員急いで戻ってこい。そういう状態ですね。死者が面会を望んでいます。金は受け取る。いくらあっても困らないのが金ですからね。お、包囲占領。初めてじゃないか、包囲占領が生み出されたのは。竜が空に舞う。来たねー。一気に来たねー。で、我が軍の兵糧は？ああ、だいぶ増えたな。これだったら出陣できるぞ。これならば出陣可能。ちょっと皆さん、またこいつ出陣の指示出すのかということになっちゃうんですけど、ここは出陣しましょう。戻ってきてないやつがいる？大丈夫かな？ちょっと前回の反省を生かして、全体的に兵の数は少なめでいきましょう。その分数を増やす。武将の。うわ、純育が2000しか率いられない。宗純は置いていこう。これで、今度こそ楽平経由で、行を攻める。兵糧は足りるよね。6万もの兵糧が入っていれば。で、呂布隊がね、同じく行を攻めているので、聞いてください。総計するとどんくらいだろうね、数でいいと。20は言い過ぎで、10万ぐらいの兵になってるんじゃないですかね。10万の兵で、行を一挙に。増さもない。手に入れていきましょう。成功だ。こんなものだ。まあ、行と平原さえ奪ってしまえば、炎症はね、その重だった収入源を断たれることになると思うので、一気に戦局が我々の方に有利になると思います。死者がお待ちです。サイボーが何しに来た？金なら受け取ります。最初は金がなくて困ってましたけど、今やね、金は余ってますからね。ご確認ください。そうか、ここに内政の対応者を入れてないね。ちょっとこれ入れとかないと。長領。いやー、人材の宝庫だな、完全に。人材に困ることはもはやない。が、都市内政で、歩兵の担当官と、訓練の担当官。いやー、天意に噛んで、完璧すぎるな、陣容が。適材適所が可能になってますからね、今や。自動任命しちゃいましょう、ここは。弊社。いやー、どうだ。自動任命委任者を。これでいく。かしこまった。頼むぞ。あとは平原でしょう、行でしょう。残っている炎章の城、都市としてはこの南美。
他は、あとは2つまだ残ってますね。武将が誰がいるか重要だからね。趙雲がいるのか、ここには。慶には趙雲。これはなかなか苦戦しそうな予感だな。趙雲もいるし、袁紹もいるし。ここが最終決戦の場になりそうですね、慶。ただ、兵力の数で言えば、この北兵にも4万超えの兵が入っている。いやー、さすが袁紹だな。各地域に相当な兵力を抱えているので、できれば場外決戦でね、一気に袁紹軍の主力隊を叩いて、兵力を一気にすり減らしたいところなんですけどね。城にこもられると、まあ、苦戦を強いられるかなという感じかな。まあ、それでも閣下とね、第二軍団を任せている閣下と連携して確実に撃破していきましょう。聞いてください。なんとなくだけど劣勢に見えるので、やっぱり行に急行します。うまく戦っているようであれば平原に兵を進めてもいいかなと思ったんですけどね。ご確認ください。とはいえだいぶ有利に戦いを進めてるな。呂布が壊滅しそうですが、これを見る限り血しといても勝てそうだな。となると一部の軍を、いやー悩ましい。どうする、平原の攻略に変えましょう。任せよ。何でしょうか。2つの場所を同時に攻める。何用か。一切承知。芝居も投入します。あとは混乱をきたし、足止めをし、士気を低下させていく。盤石の構えで行を落としましょう。成功だ。吉報です。任務は成功だ。いや呂布強いな。兵が400とかになって、さっき600だったと思うんですけど、600でもなおまだ戦い続ける力がある。さすがは天下もそうだな。ご確認ください。三国志の世界でも疫病出てますけどね。まあ例の肺炎の話で、バンコクに一応ですね、今だと4月の3、4、5、6で行く予定なんですけど、まだね航空券を取らずにどうしようかなと悩んでるんですけど、もう行くのは行くんですよ。ディズニーオンアイスのチケットを取ってしまってるので、もう行くには絶対行こうと思ってるんですけどね。問題は怒られないかどうかというと、チケットがねさらに安くなるんじゃないかという期待と、両方を持ってまだチケットを取ってないんですよね。まあ、久しぶりにねチャイニーズがあまりいないバンコクを楽しめるんじゃないかなと思って、それはそれで楽しみにはしてるんですけど。使者がお待ちです。金は受け取ろうと思ったが、
ただ単に武将を返してほしいという頼みであれば金をよこせ。いや金すらもよこさないともうさすがに返せないからね。使者が到着しました。炎章からの使者、まあこれは捕虜の返還だろうな。であれば俺にその名品をよこせ。よし、そういったね見返りがあれば全然構わない。長安の疫病が止まんないな。聞いてください。呂布はまだ健在。呂布健在。さすがだな、呂布は。ここでもなおまだ、軍を残している。成功です。さて、そしたら、ちょっと呂布の能力を含めて、我が軍、曹操の陣営の武将をまた確認しましょうか。まず統率トップ3、曹操、芝居、加工園、長領に呂布。この辺りまではバケモンクラスですね。で続いて武力、呂布の100はね本当にすごいんですけど、天意巨著関寧には、宝物、まあ名品を与えてね一気に呂布を凌駕するところまで持ってきましたね。まあ、呂布も我が軍にいる間には、どうだ、名品を与えてやっても良いのだぞ、という感じかな。行攻め、平原攻めが終わったら一度そこも確認をしていきましょう。うまくいった。連携はまると一気に敵の士気削れるからね。ただちょっと行の方が微妙かな、兵の数的には。先に平原が落とせそうだな、この勢いだと。聞いてください。破壊工作を行っておきますか。この先の戦いを睨み、やったぞ。でまた万国の話すると、一応その4月の3、4、5、6という先ほどの話に加えて、ゴールデンウィークもう万国行きのチケット、ホテル、ここはねもう取りました。ホテルもチケットもバンコクへのものはゴールデンウィーク取ってあるんで、もうここも絶対行くしね。できれば有給休暇が余っちゃってるんで、有給もね、しっかり使っていきたいなと思ってるんですけどね。12ヶ月か、兵糧を受け取ろう。よし、兵糧は欲しいからね。金よりも今は兵糧だ。これで平原が取れるね。平原の覇者、そうなるとどうだろうな。行に援軍を出してあげてもいいかなっていう感じがしますよね。よし、全員を一応許容してあげますよという姿勢でいきます。まあ、実際にねそれに応じるかどうかはあなたたち次第。尽くします。一人だけか。この曹操に下るのは一人だけ。
使者がお待ちです。炎章からの使者。さて、そしたらここも兵糧いただこう。まあその兵糧がくれないっていうならね、お断りするだけですからね。報告いたします。では続けて南皮の攻略に入りましょうか。ただ兵糧の数に不安があるので、牧羊から輸送させましょう。でさらに平原には武将を呼び寄せる。ではこのまま一気に炎章軍をね、壊滅させていきたいと思いますので、少し時間を進めていきます。ここで孫権が我々曹操に対して連合を組んできたので、まあ、しっかり対処していきましょう。まずは予定通り炎章の迎撃、これをねしっかりやっていきます。ということで軍を出していきましょう。はい、ここで劉邦が炎章軍から独立したので、ここ南皮を一気に奪い取るチャンスですね。このまま炎章の力を削いでいく。ではちょっとイベントを見ていきます。でさらに追い詰められた炎章が1万4000を率いて出撃してきているので、これを一気に迎撃していきましょう。でその前に一応ね、地域内政と都市内政やっておきます。テイン加工園、ここはねもう鉄板の2人。内政は一旦委任で適当に入れちゃいます、うん、で平原から武将を呼び寄せましょう。このままのペースでいけばね、一気に炎章をね亡き者にすることも可能だと思いますんで、平原からはあとは輸送で、特に兵糧金この辺りをね運ばせます。向かおう、うん、で加工トンがまずは炎章の迎撃に向かいましょう、うむ。でどうなっている兵糧は。
ちょっと兵糧が少ないが、平原から兵糧8万を輸送させるので、3ヶ月ぐらいだったら2万の兵糧でこと足りるんじゃないかな。ということで、出撃させていきます。ちょっと今回は、加工トンまでにして、少しね、兵力不足が出てきている部分を考慮して、兵の数を抑えていきます。まあ、それでも、4万近い軍勢でね、いきますからね。で、一気に北兵を狙う。この曹操の命に従え。はい。というわけで、袁紹との本格的な戦いが始まっていますが、今回はここまでにさせていただいてですね、次回は袁紹をね、滅ぼすところまでなんとかね、一気に進めていきたいと思っていますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。